皆さんこんにちは、ケンです。気になってる方もいらっしゃると思うので、チェーンワックスのレビューをしたいと思います。今状況は2回ライドしました。1回目が70キロ、2回目が40キロ、今合わせて110キロの、チェーンワックスの状態がこんな感じ。いずれも路面が濡れてる状態では走ってないです。で、側面側はまあそんなにチェーンワックスが落ちてるっていう状態でもないのかなと。次にローラー部分の中身、ローラー部分が大事ですよね。ローラーのワックスは、中のワックスは切れてる気がするんですよね。今から話すことは個人的な感想だと思ってください。本当は1000キロぐらい乗ってからレビューしようかなと思ったんですけど、まあ、これのワックス塗ってる動画の中での、まあ、コメント欄とかを見てると、まあ、持続性どうなのとか性能どうなのっていうのを聞かれてるので、まあ、今の時点でちょっとお答えしようかなと思ってます。私が、まあ、率直に思ったことを今からお話ししたいと思います。まず漕ぎ出しについてなんですけど、まあ、このワックスとオイル系との違いっていうのは、まあ、正直あまりはっきりとは分からなかったんですけど、軽い方だと思います。その要はこのペダルの回転の漕ぎ出しの感覚は軽い方だと思います。ただし、まあ、私が今まで使った中で他メーカーさんのセラミックオイルを使ってたんですけど、それよりは、ちょっと抵抗があるかなっていう、まあ、抵抗っていうのはそれよりは重い感じはしてます。ドライブトレインの抵抗っていう意味で言うと、まあ、軽い方だとは思いました。次なんですけど、持続力って言えばいいんですかね。持続力っていうとこでいくと、こうやって見てもらうと分かるんですけど、まあ、ローラー部分の、まあ、要は中はちょっと取れてるか分かんないですけど、外側は完全に、ワックスが取れてます。まあ、もう30キロ走っただけで外側は完全に取れてますね。で、持続力っていうのは、まあ、チェーンオイルと比べるとワックスの方がないかなと思います。で、まあ、ちょっとローラーの、ワックスがいろいろ取れてるんですけど、フレームに飛び散ってるとかは特にないですね。ただし、ここの見て分かるようにチェーンリングとかスプロケには付着してますね。ですけど、チェーンが全然汚れてないんですよ。今こうやって触るじゃないですか。全然、例えば私海側とか走ること多いんですけど、ワックスついてるとこ触れば当然ちょっとピンク色のワックスつくぐらいなんですけど、砂がついてるとかそういうのがなくて、だからなんて言えばいいんですかね、すごいチェーンが綺麗な状態だから、洗浄しなくてもこのローラー部分だけワックスを足せばいいのかなと。すごい綺麗です。これはすごいメリットに感じました。例えばあれですよね、砂が多い海沿いとか、まあ、山とか走ってる時に、まあ、このチェーンに石とか砂とかが付着してないっていうのはすごいいいことだなと。チェーンオイルだと真っ黒になりますもんね。はい、私ロードバイクしか持ってないんですけど、これってよく、まあ、インスタグラムとかで見るとマウンテンバイクにつけてる人が多いんですよ。だからマウンテンバイクとかでトレイルとかグラベルを走る人にはこのチェーンワックスっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いました。ロードバイクとかだとロングライドとかっていう風になるとローラーの中に浸透してるとは思うんですけど、でもやっぱし、ちょっと今触ってるんですけど、浸透もワックス溶かして浸透させてるとは言っても、きっとばらつきはあると思うんですよ。ローラーの内のピンのとこに付着してるワックス量っていうのはばらつきがあると思うんで、まあロングライドする人とかだと、チェーンオイルの方がいいんかなって思いました。ポタリングとかサイクリングだったら、このワックス、とかの方がメンテ性もいいしいいんじゃないかなと
思いました。あと何を聞かれてたかな。ああそうだ、まああと掃除、これの掃除については、まあ、また別の動画で、まあ、純正クリーナーで落ちるのは、溶かせるのはもちろんなんですけど、例えば食用油とかで落ちるのかとか、水で洗い流せるのかだとか、あとまあ中性洗剤で洗い流せるかっていうのはまた別の動画で、まあ、ちょっとこれがだいぶ汚れてきたら、一回そういう実験的な洗車動画っていうのを、チェーンの洗車動画っていうのを作ろうかなって考えてます。はい、じゃあ今日はこんな感じで、急遽ですけどチェーンワックスを使ってみた感想を言ってみました。ご視聴ありがとうございました。